ます。じゃあみんな乾杯。乾杯。乾杯。はい、日本人は4戦のみなんですね。あ、そうなんだ、はい、インドネシア、メキシコ、フィリピン、プエルトリコ、タイ、中国、いいじゃん、ワールド的でね。それぞれのタイプってありました？それぞれのタイプ、まあありますね。ただ俺、日本人との試合はほぼほぼ年間最高試合になる確率が高くて、4戦目は大橋ジムの原龍二選手と東洋チャンピオンで挑戦したんですけど、これ世界タイトル除いた年間最高試合、木村選手とは日本でも WBO でもですし、井岡選手ともそうなんですけど、あと田口さんとの試合だけちょっと惜しくも外れてしまったんですけど、田口ともやってんのか。あれでもいい試合だったよね。はい、やりにくさとかないんですか、日本人って。日本人対決やりにくさはない、まあもちろん比べやすいんで、そういう意味ではありますけど、今まで俺が戦ってきたのってやっぱり先輩になるんで、どっちかというと俺がやりやすくて相手がやりにくいっていう勝負を挑ませてもらい続けて、まあ気持ち的にはね、はい、うん、まあなんで今後自分がそうなった時は逃げるようなことはしたくはないなと思いますけど、まあ下から出てきた時、はい、じゃあ相手が大きいと小さいはどっちがやりやすい？大きいと小さい、真ん中がやっぱりいいですね。真ん中、はい、真ん中いい、ね。小さい基準はどこですか、とかし。いや、自分より小さいか。自分より小さいか。大きい。僕は大きい方がやりやすい。僕は高橋さん何センチ？身長？102センチ。157。157ですか。はっきりしたら156。調べられないこれ間調べられたんで156と、大きい方がいいかもしれないですね。大きい方がいい、大きい方だと飛び込んでいって、そうどっちかって言ったら打つとこいっぱいあるもんな、はい、ここに頭があるのが一番いいやつ。ああ、まあね、自分よりだいたい小さいだろ、みんな。僕自分よりでかいのあんまり、自分よりでかいのは寺地さんだけと思いますね。あと似たようなのは2、3人いますけど。ああ、そっかそっかそっか。渡嘉敷さんは自分より低い人とやったことあるんですか？あ、2回あるよ。世界チャンピオンになった時と、はい、何戦中2回ですか？世界戦の9戦中の2回、うん、自分よりちっちゃいの。いや、違います。これ何戦中のっていうのは、だから生涯何戦やってるんですか？生涯24戦中の2回やったこと。やりにくかったですか？やりにくい、うん、大概みんな大きいのってやってるから、はい、小さいの打つとこ少ないじゃん。そうですね、大きいのは打つとこいっぱいあるからやりやすい、はい、そういうボクシングじゃん、あのファイターっていうの中に。ボクサータイプだと小さいのがやりやすいかもしれないけど、うん、そうっすね、うん、ロマゴンとかとやりにくいって感じですか？あー、そういう意味ではちょっとそういうのあるかもしれない。ロマゴン自分より大きいの？小さいの？小さいっすね。いや、ロマゴンいいよ、ロマゴンが合うよ。見た？絶対。見てないです。エストラーダもうハイライトぐらいしか見てないですけど。どっちがやりたい？どっち？もともとはエストラーダとやりたいってずっと言ってた。あー、噛み合いそうだな。あ、そう？私は見た感じはエストラーダは噛み合わないと思うよ。いや、ロマゴン、ロマゴンの方が噛み合う。ロマゴン噛み合うかもわかんないけど強いっすよ。強いのは、ね、強いのは強いけど、ロマゴンガードしっかりして、もうめちゃロマゴンはまっすぐ系だから、まっすぐ系は言ってたら得意だから、ああいうこうかき回されるのは やりにくいんじゃないかと思う。まあ、エストラーダ誰とやってもやりにくいと思うけどね。やりにくいな、全く動くし、うん、ロマゴンの方が多分やりにくいんじゃない？ロマゴンはあのプレッシャーと手数に耐えなきゃいけないっていうのがやっぱまず辛いところなんですけど、行くとしたらあの打ってる時にカウンターは、そうそこは狙い、そこっすかね、うんうんうん、まあ、でもいや、どっちもやればいいんだよ。まあちょっと、ね、今だってみんな彼ら有名でさ、スーパーチャンピオンなんだから、はい、やりがいあるじゃん。自分はにとってはもちろんあるんですが、その位置まで登っていかないといけないですね。そう、そこをやった後に井岡チャンピオンと再戦する。井岡さんとの再戦はないと思いますね。ないの？なんで？やりたいなら俺だってやるよ、負けたなんて。いやー、ないじゃないですかね。もちろんやりたいかやりたくないかって言ったらそれやりたいんですけど、同じ日本人同士で井岡選手現実戦考えて、もうこの今回の試合がなくてもおかしくないし、まあそうだけど、実現したならばもう次やることは間違いなくないと俺は思います。そう、まあ、いや、勝ってきてさ、また上がってくるのが、まあ、お互いがさ、それなりの地位になれば、ね、そう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 、で盛り上がって、それこそ
ね、名古屋ドームでやるとか、そうだよ、東京ドームでやるとか、そう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 、最高だよ、すいません、作ってください。畠山さんも再生のありますね。僕はチェーンオスだけどね、まあ、うん、タイトル 取れなかったですから、その人に勝たないとチャンピオンにならなかったですからね。岡崎さんはルペマダラ、うん、4回ですか、世界戦で4回はすごいね。私に負けて下に落ちるんだけど、また下に世界ランカーに勝って上がってくんだよ、必ず1位に上がってくんだよ、うん、やっぱその再戦っていうのは知ってる相手だけに、再戦した後はちゃんと手を叩いて仲良いのいや、お互い手あるで知ってるからね、まあ、やりにくいと言えばやりにくい、あ、拾わない時もあるんだなと思って拾え拾え高橋さん付き合っていらないですか、昔のさ、一番の間みんなが好きな食べ物だった付き合いですか、また本当は昔でもね、肉食いたいんだでしょ、やっぱり、あ、そうですね、付き合いが食べたい、そうそう、食べてよ、まあ、ありがとうございます、お肉硬くなっちゃうからさ、はい、そうそう、いただきます。東京のしゃぶしゃぶは美味しい、あ、しゃぶしゃぶじゃない、すき焼きです、東京のすき焼きは美味しいよって、はい、いや、愛知の方がうまいっしょ、宣伝してもらえないと、まあ、それだから近いし、うん、愛知でも料理うまいね、うん、どう、まあ、美味しい、まあ、ネギしか食ってないですから、大瀬さん、減量が一番きつかったのは何キロですか、何キロ、どうですかね、まあ、そのマックスの体重にもよるんで、まあ、でもそんなにこうライトフライの時ぐらいから変わってない、体重62とかまでからライトフライとか落としてましたけど、え、じゃあ何戦が一番体調悪かったの、体調悪かったのは、まあ、減量がきつかったとか結構あって、ミニマム級の初防衛ダウン1回して倒したんですけど、そう、サルダールとやった時とかはもう軽量クリアできないと思ってましたし、マジか、あとライトフライの最後の試合のバランポンやった時もダウンしてるんですけど、この試合は調子、あの減量バッチリやったんですけど本当にきつすぎた、もうそれこそ試合の1週間前から動いてないみたいな、フライ級に上がってもまあちょっとこれは熱とか出ちゃって失敗の方なんですけど、ジョナサン・ゴンザレスってやってるんですけど、それもまたダウンしちゃってるんですけど、その時ももうクラクラしてました、ね、え、じゃあ今までダウン何回ある、ダウンは今言った1、2、3回と井岡さんとの試合で2回ぐらいです、井岡さんとの試合だけ調子良くて初めて倒れましたね、どう倒れた気分、倒れた気持ちいいとは思わないですけど焦るあ、まあそうですね、あ、やっちまったなって思いました、でもやっちまったなって感じだね、はい、今さ、はい、趣味って何なの、今ボクシングばっかりでしょ、まあそうですね、なんか趣味あんの、趣味はそうないです、ね、車は好きもないの、車何乗ってんの、車はプラドですね、んランクルのプラドってやつ、ランクルたまに好きじゃないの乗るの、いやそんなことないですけど、今スポンサーやってもらってるグッドスピードっていう会社から提供してもらってるやつに乗ってるんですけど、へえ、いいじゃん、そう、まあ週末友達と飲んでとか、そうやって遊ぶとかですかね、まあ本当の、まあ、地元の昔からの、あの要するに学生時代の友達みたいな感じでしょ、あ、そうですね、はい、あ、そういうのいいね、はい、あの今世界で戦う日本人選手も増えてるじゃないですか、はい、そうですね、そういうのを見てどう思うことですか、すいません、ありがとうございます、そうだよな、申し訳ないです、これからは畠山さんに作ってもらって、いえいえ、今みんな世界のプロモーターと契約してんじゃん、こうなりたいそれとも、あ、なりたいですね、あ、ただやっぱり行くのにもこう、うん、やっぱり条件っていうものがあるんで、まあ確かにね、うん、行くだけだったらすぐ行けると思うんですけど、それが果たして今後にいいのかっていうのを行き時とか、それこそ今回の試合勝ってたら本格的に動くってくれたと思うんですけど、あ、まあ、そのチャンスを逃したんで、まあ、でもやっぱり海外でやりたいやっていきたいっていうのは、まあ、日本と共存してやっていきたいって思いは間違いなくあります、うん、あるよね、やっぱりね、今世界中が狭いもんね、今ね、昔は日本タイトルは日本だけでできるべき、そうそうそう、今海外に行かないと有名になれないっていうかね、そうですね、いやだからもうファンがさ、うん、要するにまあ、ワウワウとかがやりだしたからそうなんだけど、見てる人の目が超えちゃったからさ、ね、あとは情報がすごいじゃないですか、うん、だから結局日本だけで世界タイトルやってもかっきりもう稼げる時代じゃないからね、はい、やっぱり稼ごうと思ったらこれからはやっぱ海外行かないと、はい、ラスベガスやらね、そういうところでやらないとさ、まあね、もう金にならないですよ、そういう意味では名前、ね、価値上げていかないとってことですね、うん、
でも今回あれですよね、この4階級制覇したら宿屋を大きく更新した4階級。あら、そういうこと言わないでよ、小原さん。もう落ち込んで泣いちゃいますよ。そう、次の話は忘れよう、忘れよう、忘れよう。何ですかね、自分で言うのはあれだけど、誰が4階級制覇するかっていうものなんで、俺が4階級制覇したところでっていうまだ選手なんで、そういうところを、まあ、名前はやっぱり自分の名前を大きくしていきたいし、そういう思いはありますね。うん、それはね、競技やってる限りさ、はい、やっぱり何のためにやったかといったら、やっぱ有名になりたいとかさ、金稼ぎたいとかなんだから、ね、スタートはそれですね、やっぱり、うん、はい、まあ、みんなそうだから、まあ、これぶっちゃけ失礼かもわかんないけど、今ってボクシングって、うん、昔は世界チャンピオンになればある程度顔が通ったじゃん、はい、今、まあ、正直田中君3階級してるけど、はい、多分土俵歩いててもそこまでないと思うんだ、はい、そうなんですね、はい、まず顔売ることだよね、はい、何にしろ YouTube でも何でもいいよ、絶対それは、じゃあ M1 出よ。いや、何でもいいでしょ。俺なんかさ、はい、チャンピオンになったって別に名も何も売れなかったよ。ガチンコっていう番組出て、はい、後からついてきたもん。それだっていいけど、はい、今現役なんだから、はい、絶対にそのとりあえずみんなに顔を売ってどういう人物かっていうのを分かってもらえれば、うん、もっと人気も出るし、はい、そう、うん、その悔しい思いはもう世界チャンピオンになった時からめちゃくちゃしてきましたね、うん、はい、でも今回これでチャンスだったね。負けたけど有名だった。まあそうですね、うん、ここで次ガッといけば、もう人気もバーン。プロのね、やっぱりスポーツ選手である以上、やっぱりね、はい、顔と名前を売らないと、これに直結しないからさ。そうですね、はい、やっぱりね、そこら辺は、それは今の子は本当だから、ね、大変だと思う。我々の時は、世界チャンピオンになれば、とりあえずっていう時代だったけどさ、はい、年に1人か、多くて2人だよね、世界チャンピオンになったり。やっぱ団体も少なかったりとかもあると思うし、難しい。なればよっていう話だって、あとは国内でね、日本で防衛戦すれば何千万、下手すら何億っていう話だったけど、今はもう数字じゃないじゃない。そうですね。今の子は大変だと思うな、そういう面で。今違う格闘技団体の方がなんかね、そうそうそう、なんかうまくなんかやってんじゃん、YouTube にしろ、うん、まあそうですね。あの最先端というのか、ね、早いですね、いろいろ。でも格闘技のさ、有名な人がこっちに今来てるからな。まあそれはあります、ね、そういう意味ではボクシングは新たな価値が見出してるよね。もともとやっぱりボクシングはね、キングオブ格闘技だからさ、うん、まあ、そこら辺は認知はされてるんだけども、やり方としては他の格闘技はもう遅れてるわけじゃないですか、ボクシングって完全に。そうそうそう、まあ世界でやるから自由にできないからね、うん、そういうのもあるの。団体がしっかりしてるからこそ、しっかりしすぎてんだよね、うん、融通が効かない点が多いんだよね。そうですね、まあ、ボクサーである以上やっぱりボクシングの素晴らしさを伝えたいですし、うんうん、結婚はしたいとか思わない。結婚はまあしたいです。引退してから。いや、そんなことは思わないです。引退結構長くできることならばあと10年ぐらいやっぱりやりたいんで。おー、すげえ。35歳。そんな減量苦しくても10年やりたいと。10年できたらやりたい。すげえ。最後はフェザー級ぐらいでやってるから。井上チャンピオンだと35までやりたいですよな。いやでも落ちてまでやりたくないですけど、自分がちょっと可能性まだ信じられるうちは絶対やりたい。それがいいね。すげえな。俺も25の時はもうやめたいと思っても早く、一日も早く。俺は世界チャンピオンになって行けばやめようと思ったから、だからダメなんだよ。いやモチベーションがすごいんだって。今気持ちがもう、私は30までやりたかったな。だからおかしくなったんですよ。やってないよ。おかしくなってないって。試合より具志堅さんに殴られたので、はい、かなりおかしくなってる。そうだよ、具志堅さん相当殴られたから。具志堅さんね、練習生の頃から本気で殴ってるらしいんだって。いや、そんだけ強かったんですよ。それ具志堅さんが悪いみたいじゃん。いや、悪いでしょ。そういう時代だった、はい、いや、練習生相手に本気でいかないですよ、普通。いや、俺が強かったからな。ないよ。そう、よかったんだよ。行く？いや、まずやること自体ありえない。ないでしょ。ないでしょ。トカシキさんがすごすぎたんですよ。やらせてやったわけだから。はい。それはよかった。トカシキさんが強かったの。いや、でもやらせてくれもありえない。強かったけど頭おかしくなったよ。バカ野郎。なんで頭おかしいって思えば認めるんだよ。これが好きです、バカ野郎が。亀田くんがね、ジム、あのアマチュアのお父さんがやってたアマチュアのジムをプロ加盟して、おー、それも関西でやるわけだね。そうですね、最高ファイトクラブ。とりあえずね、トモキ選手と看板選手がいるから、いいね。あー、じゃあトモキ選手とやるにはいっぱいいるよな、日本には。今
ぱスーパーバンタム面白いんだよ日本。やっぱりこの和気赤穂勅使河原小国この4人か。誰がおもろいかな。体ももうね老化してきてる。それであのカネロに負けた。まあそうは言ってもまだ世界チャンピオンの力は十二分にある、ね、いやもちろん世界チャンピオンになってるんだけど